皆さんこんにちは、ワンダルグルビーズです。今回は、紺碧の艦隊、スーパーファミコン版の続きをプレイしていきたいと思います。前回は、天元作戦を発動して、ダッチハーバーにこもる、リーガン艦隊を誘い出し、これを撃破。さらに、ダッチハーバー自体も殲滅することに成功しています。今回はその続きになります。早速、プレイの方を始めていきましょう。まずは余剰予算なんですが、新兵器の開発、これすでに新しいものはないよと言われてますので、経済投資にお金を使っていきます。ハワイの基地整備、中小企業支援、東南アジア経済圏整備、米国の報道に対するアピール、豪州への援助、まあそれぞれ投資することによって得られる効果が違うんですが、今回はですね、まずは予算自体が増える中小企業支援、これにドドンと5000万、さらに東南アジア経済圏整備、これに3000万、米国の報道に対するアピール、これに5000万で、ハワイの基地整備に3000万、豪州への援助に残っているものを投資して終わりとしたいと思います。これで次のステージへと進んでいきましょう。ユーモ帝国海軍海兵師団。作戦の指令を発表する。 E900 型潜水輸送艦は西サモア、ツツイラ島パンゴパンゴにおいて揚陸作戦を展開せよ。帝国海軍はですね、まあ、いわゆる海軍の陸戦隊というものはもちろん存在したんですけども、アメリカ軍の海兵隊に相当するものはなかったんですね。なので、この紺碧の艦隊の中では、長官が、その海兵隊に倣って、帝国海軍版の海兵隊を組織した。まあ、それが今回活躍する作戦になります。紺碧艦隊及び潜空隊は敵潜水艦への警戒を行い、本作戦を支援せよ。紺碧艦隊はこれまでにも登場してきてますが、最新の潜水艦ですね。スクリューを使わない非常に隠密度の高い潜水艦隊。それに潜空隊というのは耐水哨戒機になります。これらを使って本作戦を支援ということなので、まあおそらく敵に潜水艦がいるものと思います。戦略拠点についての説明です。ツツイラ島のパンゴパンゴは本作戦の攻略目標。必ずこれを占領。で、首都のサバイ島に関しては、ツツイラ島占領後に攻略するため無視して良いということですね。続いて新兵器の報告です。前回新兵器の開発を新しいものなかったということなので、今回新しく配備された兵器もないという情報になっています。アメリカ軍の新兵器情報は、空対空ロケット弾、射程後、命中率 38%、これを開発してきてますね。まあ、我々のこのロケット弾に相当する分身弾は確か射程が6だったと思うので、射程が1、我々日本軍の方が長いっていう状態だと思います。で、後々出てきた時に確認していきたいと思います。以上、報告終了です。ちょうど OVA 僕が見ているのがですね、タスマン海峡の封鎖まで見たので、このステージでプレイする海兵隊の逸話というのはすでに OVA 上で見ました。なので、ここも海兵隊うまくね、パンゴパンゴ島に揚陸できるように OVA に倣ってプレイを進めていきたいと思います。作戦は是が非でも成功させたい。しかし本作戦は艦砲の援護がない、空軍もないということですね。しかし紺碧艦隊がついているぞということで、紺碧艦隊の陣を確認しておきましょう。まずこちらに第1戦隊、第2戦隊、それぞれ紺碧艦隊がいます。中国の方には G7 のおとり魚雷、
それに射程7というね、かなり強力な音響感知魚雷もついてます。この音響感知魚雷の攻撃力と射程、これがね、この紺碧艦隊の、最大にして、最強の武器と言えると思うので、しっかり使っていきましょう。E600、E700 からなる第一戦隊です。続いて、第二戦隊。こちらは E500。こちらもね、音響感知魚雷を持っています。続いて、海兵隊を乗せた輸送潜水隊。ここに乗っている海兵隊を送り届けるのが今回の任務になります。輸送潜水艦なので、武装はないですね。これが3ユニットという状態です。続いて、潜空ですね。でこちらには爆雷を装備してますので、この爆雷を使って敵の潜水艦を炙り出して撃破、撃沈していくという流れになります。では敵の方を見つつマップも確認しましょう。まずは敵の、哨戒潜水隊ですね。33センチの魚雷が射程4ですね。これがユニット数で言うと全部で4ユニットかな。配置されてますね。これをしっかり倒しながら進んでいきましょう。こちらがパンゴパンゴ軍施設、今回の海兵隊の上陸目標になります。そしてその近くには中流艦隊、ポーター級の駆逐艦が2ユニットですね、用意されているという状態です。敵の戦力はマップ上に今出現しているものは以上ですかね。そして無視して良いと長官が言っていたサバイの軍施設がこちらになります。敵も航空兵力を出してくる気配はなさそうなので、このまま進んでいきましょう。では対戦です。まずは潜空を敵潜水艦の近くまで寄せていっちゃいましょう。でその後に紺碧艦隊と輸送潜水隊、これを前進させます。輸送潜水艦はかなり脆いと思うので、できるだけこの潜空で早めに敵の潜水艦を叩き落としたいですね。まずは潜空の爆雷を投下していきます。どれくらいダメージ通るかですよね。大体3分の1ぐらいかな。ということは、爆雷の残弾が先ほど確認したところでは4だったと思うので、1潜空で1敵潜水艦ユニットを攻撃できるっていう状態だと思います。そうなると、敵の潜水艦ユニットが4つ T 型級があったと思うので、味方の潜空が3ユニットであることを考えると、ちょっと足りないかもしれないですね。そうなるとやっぱり紺碧艦隊の音響感知魚雷が効いてくるかなと思います。話がちょっと脱線するんですけど、先日ですね、まだ手元に届いてないんですが、紺碧の艦隊のアドバンスっていうね、今プレイしているこのスーパーファミコン版の紺碧の艦隊とはまた違うゲームあってですね、それを購入しました。届くのがめちゃくちゃ楽しみです。紺碧の艦隊は視聴者の方からですね、面白いですよと何度か教えてもらってたんですけど、原作も読んだことないし、なかなかね、入っていきづらくて手つかずだったんですけど、いざ見始めるとこれがめちゃくちゃ面白いですね。もっと早く、食わず嫌いじゃないですけどね、紺碧の艦隊見始めればよかったなーって思うんですけど、この紺碧の艦隊も、ゲームに関しては少なくとも新しいものが出ることはほぼほぼないのかなと思うので、
その、紺碧の艦隊アドバンスと、もう、かなりプレミアがついてましたね。今後、そういうプレミアがつくゲームは増えてくると思うんですけど、動くハードもね、また少しずつ減ってきてますからね。今僕の手元にあの Windows 7があるんですけど、ゲーミング PC の Windows 7。これがね、壊れてしまうと、まあ、提督の決断もそうだし、いろんなゲームができなくなってしまうので、まあ、本当に大事に大事に使っていきたいなと思ってます。では、紺碧艦隊の方からも、魚雷を発射して、敵の潜水艦を仕留めて、進路をクリアにしていきます。順調そのものですね。では D 型の潜水艦撃沈しながら味方の潜水輸送艦をパンゴパンゴ島へ接近させていきます。これで敵の哨戒潜水艦部隊は撃破しました。あとは紺碧の艦隊を護衛につけて、このままパンゴパンゴ島へ向かいます。では中流艦隊が魚雷の射程に入りましたので攻撃していきます。一気に中流艦隊を撃滅して回りましょう。中流艦隊を撃破できれば残っている敵はいなくなりますので、海兵隊をいよいよ上陸できる、まあそういう状況ですね。敵がこちらに向かってきたか。潜水しておけばよかったな。だいぶダメージが出ちゃったけど、ちょっともったいないので、これはこのまま攻撃して仕留めちゃいましょう。まあ幸い撃沈はされていませんので、このまま潜水して爆雷を投下される前に撃沈します。敵の駐留艦隊を撃破しました。あとは輸送船団をパンゴパンゴ島に近づけていきます。では揚陸させます。海兵隊上陸。残りの潜水輸送艦からも部隊を順次上陸させていきます。うかつにも浮上状態で敵の駆逐艦と魚雷を撃ち合うという、まあ、蛮行を行ってしまいましたけど、それ以外は特に危ないシーンもなく、ここまで来れたかなと思います。パンゴパンゴ島占領完了です。これはマッカーサーかな。はい。ああ、動くが大破扱いになってるのか。ちょっともったいなかったですね。まあ、ただ、ご覧いただいた通り、結構操作自体はだるいステージなので、もうこのまま、進めさせていただきます。支出の700万というのが、どうでしょう。大破した潜水艦の修理費ですかね。では、今回は、ここまでにさせていただいて、次回、
またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。